今やってる施策方策方格差の固定でしかありません文科省においては教育条件の維持・向上を図り大都市圏における入学定員長官時間なの分かってますよ聞いてないこと答えたことに対してしっかりとじゃあ指導させてくださいよ。 山本太郎君はい自由党共同代表山本太郎でございます社民との会派希望の会を代表し、えー、質疑をする前にですねやはり、えー、愛媛分社の件に触れなければならないだろうと思います、えー、記憶がない記録もない問題ないここまでずっと引っ張ってきたのは政府側ですよ一方で出張やこれまでのやり取りをはっきりと 職務の報告としてしっかり記録を取っていたのが昨日の愛媛文書、すでに勝負ついてます、とっくの昔に積んでたんだけども、ここまで引っ張ってきたってことなんですよね、で、この問題に対してもう、さっさと勝負つけたよあのつけたい、もう次のところ、ステージに行った方がいいですよって話なんですね、そのためにはですね、解明するためにはこの問題を個別に聞くんじゃなくて、関係者全員を一度に国会に招致して、事実をそれぞれ語ってもらう必要があるんじゃないですか。 これまで複数名一度に同時に行った承認喚問の事例がありますよね。一回の承認喚問で複数名が承認として出席、同時に承認喚問を行った事例は過去4回あります。 以前、内閣委員会でもお願いをいたしましたけれども、委員長、安倍総理、加計鋼太郎さん、中村愛媛県知事、前川喜平さん、泉首相補佐官、さらに柳瀬元総理秘書官、で藤原次長などなどをです、ね、集めて、ぜひ、えー、複数名を承知した上で、同時の証人喚問を行うことをお分かりくださいただいまの件につきましては、五国理事会において協議をいたします。山本太郎君、えー、大臣 この問題早くケリをつけた方がいいですよねいかが思いますかこうやって決着をつけるってこと大切だと思うんです早く決着つけたいという思いありますかいかがでしょう梶山国務大臣、えー、その思い、えー、ございますただ今日の文書につき,つきましても認識の違いがありますのでそこをどうせあのしていくかということだと思っておりますはい、山本太郎君 認識の違い、これ、正すこと大切です。だって真実一つだから、それには承認喚問が必要だということだと思います。えー、それではですね本日のメインテーマに移りたいと思います。地域における大学の振興および若者の雇用機会の創出による若者の就学および就業の促進に関する法律案についてお聞きしたいと思いますが、地方創生の名のもとに実施されてきた施策・方策の点検ということも合わせてさせていただきたいと思います。えー、本法案も含む 地方創生全体では東京圏の人口の流入が超過する現在これを2020年までに東京圏への転入転出をプラマイゼロに持っていきたいその大目標を立てて閣議決定したのが安倍政権です、えー、この閣議決定がなされた日時というのはいつですか日時だけで結構でし教えてください梶山国務大臣平成26年12月7日でございます12月27日でございます はい。山本太郎君。ありがとうございます。町人仕事、えー、創生総合戦略、えー、平成26年12月27日閣議決定、3年前ですね、その閣議決定がされた、東京一極集中の税正策として、 すでに実施されている中には、文科省が立案して、後に内閣府の地方創生の基本方針に盛り込んだ、大学の大都市への学生集中是正のための方策が存在してるんですよね、大学の定員を抑制する内容になってるんですけれども、えっと、これは事前に言ってないんですけれども、大臣、今言ったような方策も、当然、地方創生に資するものなんだということで、理解でよろしいですよね。梶山国務大臣 他の政策と合わせて、すするものだと思っております山本太郎君。当然、地方創生を進める上では、必要な一つであるということだと思います。えー、先ほど言いました、大学の定員の抑制っていう部分ですね、この方策について、平成28年度からスタートしました、狙いは、定員を超えた次第国立大学に対するペナルティーを厳格化。 大都市圏への学生の集中を是正することを目指すものだそうですちなみにペナルティー厳格,格化とはもう皆さんご存知の通り大学への助成金の不交付減額を意味する事前に,内閣,府に内閣府に対してこの方策を導入後2年間で三大都市圏における大学の定員超過は私立公立含め何人減らすことができましたかと聞きましたが内閣府は知らないと答弁 同じことを文科省に聞いてみたらいろんな部署をたらい回しにされた挙句国公立大学や私立大学がどれぐらい入学者を減らしたか横断的に数を把握していないことが分かりましたこの件で最初に問い合わせたのが3月の12日お配りした資料1の元になる国公立私立と横断的に把握できる数字を最終的にいただいたのが5月の10日2か月かかって初めて横断的な数字を確認した文科省 うちの事務所がお願いしなければ横断的に数字を見ることがなかったっていうことらしいなんですね。この資料の位置を見れば、ペナルティ導入後、平成28年度と29年度の2年間で、三大都市圏では国立で298人減らし、超過率は0.8%改善、市立では3532人を減らし、超過率は1.2%改善、国公立、市立合わせて3921人減らしたという結果です。 こういったデータって大事ですよね。人口の集中是正するために、地方創生の基本方針に盛り込み、この方策を実施しておきながら、しておきながら、その効果がどれくらいあったかも把握していないのが内閣府。その取りまとめさえしていないのが文科省。平成29年度が地方創生。 えー、5年計画の中間にあたり、町人仕事創生総合戦略の KPI の検証を行ったと言ってましたよね、けどその施策の一部をなすこの大学の定員管理の厳格化の部分については、その数値さえ知らない、まとめてない、適当すぎません責任を持って結果にもコミットする、次に打つ手を実行する、それを総点検って言うんじゃないんですか、それもしてないんですよ。 やることやらずに地方創生に死する。東京一極集中是正って何なんでしょうか掛け声だけ大声。あとは興味ない。検証しない。大学の定員抑制の方策で東京の大学に入れなかった3550人。どこ行ったんですかそれについては誰も何もわからない。大学進学を諦めて東京で就職したかもしれませんよね。元も子もないじゃないですかこんなことになってたら。 資料の2、東京への転入の増減、町人仕事創生総合戦略の閣議決定から3年を経てどうなったか、総務省統計局住民基本団長人口移動報告では、2017年に東京への流入は減るどころか、転入者が転出者を約12万人上回る転入超過、22年連続転入超過、減るどころか増え続けている。 東京への転入をどうすれば抑えられるのか、その根っこに向き合わず、大学の定員を抑制し、ただ一部の数を減らしただけ。にもかかわらず、東京一極集中の流れ、むしろ悪化。これ、場当たり的な施策っていうんじゃないですか、こういうの。この一定これを見て、一定の効果があったとみなしてるわけですよね。それを拡大しようとしてるわけですよね、この法案。具の骨頂としか言いようがありません。 大学の定員抑制の方策が果たした役割以前に得られたものははっきり言って焼け石に水根本的に打ち出す施策方策が間違いであるとしか言いようがありませんそれどころかこの方策を実施することにより大きな副作用が生まれた多大な迷惑を被ることになった人々が大勢いることに目を向ける必要あるんじゃないですか、えー、大学の定員数を超えたら助成金の不交付減額 そういったペナルティを恐れて大学側は合格者絞ってるんですよね今学生はその対策として大学のレベルを下げる受験する以外はそれしかないという状況が生まれてきましたそれはそうですいきなり椅子取りゲームの椅子大胆に減らした結果多くの子どもやその家族の現実が変わっていくわけですこの煽りを大きく受け人生設計を変えられてしまったのは昨年そして今年大学入試を受けた学生たち 新しいペナルティ導入によって合否が読めない状況が生み出され本来の学力偏差値よりも下に下に受験をしていかなければ大学に入れない受からないという現象が顕著に起きている例えばセンター試験自己採点を踏まえた駿台ベネッセ河合塾東進ハイスクールの3予備校での合否判定ここで合否判定 A が出ていても落ちるという現象が実際に起きてしまっていると。 大大手予備校の合否判定は母数も大きいですよねかなり精度の高い判定が出ると言われているこれまでは三予備校で A 判定であれば大体受かるというのが常識にもかかわらず落ちているそれ最高ランクだけじゃないとマーチ明治青山立教中央法制それから SSMG 成形成城明治学習院日東駒専でも同じ現象が起こっており合否 A 判定であっても 落ちるというケースが続出新ペナルティーによって合否が読めない状況が生み出されたある程度の合格確実を取っていたものがそこで止まらないだから下へ下へ行く下へ下へ行った結果受からないということがまずないと言われるいわゆる E ランク F ランクの大学で聞いたこともないことも聞いたこともないようなことが起こっている補欠合格が出る現象が E ランク F ランクで起こっている。 30年以上予備校業界に身を置くベテランの先生もこのような状況は今まで聞いたことがないと言ってるんですよ大学として大合格を出してあげたいけれども補欠合格にするその理由はもしも1人でも基準をオーバーしたら助成金の減額全額カットになる恐れがあるから合格ではなくとりあえず補欠にしていくギリギリまで判断しないできない状況ですともうちょっとしたら質問しますからねもうちょっと話聞いておいてくださいね現実を。 まずはランクが上の大学から順番に入学者決まっていきますよね。E ランク、F ランク、大学の合格者。これ最終的に確定,確,定あの確,確定するのはずっと後になるらしいんですよ。どうなるかわからないという嫌な状況を一番長く味わうのが偏差値が高くないとされる人たち。ランクが低いとされる大学の入試は早くに行われるけれども、最終的な合格決定3月頃まで出ない。そうなると、 嫌な気持ちで2月後半の試験3月後半の試験をずっと受け続けることになるここにも問題があるんですって試験を受け続けられるのは経済力のある家庭だけいくつも試験を受け続けられない家庭では進学諦めなくちゃなんないってことなんですね入学試験は大学にとって猛烈な書き入れ時であることは皆さんご存知の通りですよね入試なしで黒字形状できるのは私立では早稲田大学だけとも言われているそうです次第の多くがどこも 年内はずっと赤字で入最後の入学試験で年度末に稼いで収支がトントンになるといいます大学側はたくさんの人に受験してもらわなければ経営が維持できない入試自体が大学経営においてライフラインになっていることを考えれば定員削減による弊害副作用を大学独自期で受験生にアナウンスインフォメーションすること難しいんです文科大臣この方策どうす導入する前に このような事態になることを予測して、事前に受験生や,受験生やその保護者が対策を取れるよう、アナウンス、インフォメーションされましたか、文科大臣、教えてください。林文部科学大臣。この平成26年の12月に閣議決定されました、町と仕事総合戦略を踏まえてです、ね、地方創生のための大都市圏の学生集中是正方策として、私立大学等経常費補助金、 大学等設置認可、国立大学における措置を講じておりまして、そのうち私立大学等経常費補助金については、28年度よりです、ね、入学定員充足率が一定の基準を超えた場合に、不交付とする基準を段階的に厳格化することとしております。であの文,文部科学省としては、平成27年6月に、まあ、これらの措置につきまして、大学等の関係者に通知をするとともに、 報道発表やホームページへの掲載を通じて、まあ、社会に広く周知を図ってきたところでございまして、えー、教育条件の維持・向上を図り、かつ大都市圏を中心とする、えー、入学定員超過の適正化の観点から、まあ、必要な措置であると、こういうふうに考えております、はい、山本太郎君。あのねちゃんと答えてくれてないんですよ、大臣。これ、方策が実行される前に、どういう事態になるかってことをインフォメーションしたかってことを聞いたんですよ。ししてないんでしょ 今のお話だったら、大学で人減らししますってことは、広く広報したつもりですと、それによる副作用、こんな被害が考えられるってことは、文科省から伝えられてませんよね、まあ、副作用、予測もしてなかったっていうような立場なんですか、このような思いつきに近い大学の入学定員超過の適正化に関する基準の厳格化、こういった方策によって、多くの若者やその家族が混乱させられていることを、内閣府大臣はご存知でしょうか、こういうことがあったってことはご存知ですか。 梶山国務大臣この制度については承知をしておりますはい山本太郎君。制度は当然ご存じでしょう、それによってそのような副作用があって、大変な目に遭っている人たちが生,まれ生,まれ、えー、生み出したことになったってことはご存じでしょうか。梶山国務大臣。あの定員の厳格化、定員管理の超過の管理の厳格化ということになれば、そういうことになるということだと思います。 はい、山本太郎君なんか言ってる意味がよく分かんないんですけどね人減らしたら当然そういうことが生まれるのは当たり前なんじゃないかっていうような立場でご発言をなさったってことですかいまいち詳しい報告は聞いていないというようなリアクションですよねおそらく、えー、30年以上予備校業界で働く先生は今の子どもたちはものすごい狭い世界に生きてるっていうんですね大学入試で人生決まるとか嘘ばっかり教えられてそれで人生決まらないよって断言してあげるんだけれども人生 決まらないって言ってくれるのはその先生ぐらいで他の世の中は全部それで人生が決まるっていうことになってるんで子供はそう考えてしまうっていうんですねそれはそうですよってだって資料の3見ていただいたら GPT 実際の社会においては大卒と高卒で大きく変わるってこと分かるじゃないですか正社員で見ればだ、えー、男性で高卒大卒の生涯賃金の差は約6300万女性では7000万円どう考えても学歴社会カーストのような現実が実際に存在するじゃないですか 大学のランク A から F まで A ランクでも安全権だった子が C でもだめ結果、D ランクの大学自分の全部が否定されてしまったように子どもたちは考えると言いますあなたのせいじゃないよそう言ったとしてもそれでも A ランクに受かっている人は実際にいるからやっぱり自分が悪いんだってことを責めてしまうもちろん大学のランクに関しては個人差があります。 それぞれのランク、他にも B、C、D、E、F においても、頑張っても報われない、そんな状態が次々に生み出されている、なぜかこの方策始まってからですよって、国の失策じゃないですかって、効果あったんですか、12万人超過してるじゃないですか、東京。これやって、これやっても、焼け石に水でしょ、それを10年間、ここから拡大させていくなんて、正気の差だとは思えない。 KPI 検証に関する報告書、検証したチームが出した内容を見たら、現時点で目標の見直しを行うべきではないって、何言ってんだって、あと半分しかないのに、どうやって KPI これ達成するんだよって、無理ですよ、それで言ってることがとんでもない、一層の取り組み強化により目標の達成を目指すべきである、このような被害者が多数生まれて,生まれていることにも目を向けず、より強化していく、一体どんな神経してるんですかって。 見直すための政治なんでしょって、それさえもしない、全く意味がわからない、人々のためにならないような施策は、とにかくやめていただきたいんですよ、少なくともどういう効果があったかは、適正に検証していただきたいんですよ、この先10年間、こんな施策、東京23区に学生入れないっていうようなことになったら、一体どうなりますかって、これね、一番煽り食らってるのは誰か、まあ皆さん、大変な思いしてますよ。 けどやっぱり生活困窮っていうような家庭にいてる人たちすごい大変ですよねだって受験するのものすごいお金かかるじゃないですか昔は10校受けるのが当たり前だったって聞いてますけど6校8校に減ってるんですって今それだけでも30万かかるで一応合格決まったとしてそれをキープするためには入学金を払わなきゃなんない3回払う人もいるってどの家庭も楽に払ってるわけじゃない 皆さん苦労して年出しててててて出るっっっ血を絞って払ってますそういうお母さんもいるダブルワークトリプルワーク保険を解約いろんな話を聞く逆に言うと定員が減らされなければこんな無駄なお金を使う必要もなかったんですよその一方で上位校に合格できる子たちもいる小さいとこからお金かけてもらってる逆に受験するときには東大と私立一本で行けるんだってそういう家もあるこれ何をしてるかっつったら格差広げてるだけなんですよ今の施策は固定化ですよ 生活保護家庭でも受験する子はいます。塾に行けてる子は多くない。塾に通っていれば、今の受験について情報を得ることができる。傾向と対策、この2年で分かってきたこともあるかもしれない。でも学校だけの子はそういう情報は得られていない。その点でも不利です。複数の学校を受験するお金もない。貧困のループから抜け出すために家族の期待を背負ってワンチャンスだけ握りしめて、受験した子どもたち、この方策の影響でどうなりますか。厚労省の調べで、7人に1人子供の貧困いるんでしょ 今やってる施策、方策、貧困から脱出,脱出するチャンス、階級上昇のチャンス、完全に断たれる、格差の固定でしかありませんよ、あまりにもやってることありえなくないですか、ちゃんと見直してくださいよ、それでチャンス失った貧困家庭だけじゃない子どもたちもどういう状況になりますかね、頑張ったって無理、自信の喪失、絶望、そのあとに人生に、個人に与える影響、計り,り知れません。 この2年間の混乱を生み出したのは、間違いなく政治による失策、その責任取るんですか、いきなり椅子取りゲームの椅子大胆に減らした結果、多くの子ども、家族の人生変えてしまった、えー、お聞きしたいんですけども、文科大臣、これによって不利益を被った受験生などに対して、救済策を考えられておられますか。林文部科学大臣、えー、大学におけるこの在籍学生数でございますが、 大学設置基準第18条第3項において、大学は教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき、適切に管理するものとされておりまして、この規定に基づく定員管理を行うことにより、教員1人当たりの学生数などの教育条件を維持・向上させることが重要です。そのため、文科省においては、教育条件の維持・向上を図り、大都市圏における入学定員超過の適正化の観点から、 平成28年度からこの段階的な厳格化を行っておりますので、こうした措置については、文科省としては、教育条件の維持向上のためには必要なものと考えております、はい、山本太君。聞いてないのに、時間なの分かってますよ、聞いてないこと、答えたことに対して、しっかりとじゃ指導させてくださいよ。分かってます。 このような被害者をより増産すること、しかも被害者を救済する気もない大臣のお言葉からよく分かった、本法案は外訳以外の何者でもないと申し上げ、次回の質疑では、本法案のでたらめっぷりと、それに代わる真の地方創生のための大胆な修正案を提案させていただきます終わります。